もし国民民主党はい皆様ピンときたと思うんですけれども国民民主党とまあ連立政権を組んだ自民党が組んだ場合まあもちろん公明党なんかも入ってくるんでしょうけれどもその時にですね国民民主党っていうのはまあ最近はちょっと与党によったようなまあ提案をしたりとかまあそういったようなことをしています。ただそれ以外ににいこちらですね先ほど言ったように10万円給付を政策にしている そうだということいこですもしこの自民党が大半して過半数割れをした時に連立政権で国民民主党とま組んだ場合その玉木首相をまあ国民としてもやはり受けがいいので自民党の総裁をさすがに首相にするということはできなくてもその連立を組んだ国民民主党の玉木さん玉木代表を首相として推す可能性があるということですね。